なりたいものになるよね。頑張る人がいいよね。涙もたまにあるよね。頑張るって甘酸っぱいフルーツとナッツの綺麗な感触。こんにちは、神田沙耶香です。この度綺麗な感触の CM に出演させていただくことになりました。よろしくお願いします。私が初めて綺麗な感触を見た時に、色合いとかもすごく可愛いパッケージだなと思って、フルーツやナッツがいっぱいプリントされてあって、すごく美味しそうだなっていう風に思いました。そして早速いただきました。まず開けてみて、見た目はチョコレートっていう風に思ったんですが、口の中に入れてみたら、もっと想像以上にフルーツがたっぷりで甘酸っぱくてびっくりしました。とっても美味しかったです。なんか本当に綺麗になれそうな味だなっていう風に思いました。ビターなチョコレートともよく合っていて、とっても美味しかったです。今回の私の CM での役どころはですね、好きなことにまっすぐで何事にも一生懸命な女性です。実際に私とも同世代の設定だったので、とっても共感できました。毎日もちろんいろいろあるけど、私らしくいたいし、綺麗でもいたい。そんな私たちにぴったりの商品だと思います。私の普段の生活にも持っていて気分転換を助けてくれると思います。例えばですね、好きなこと、恋、仕事、勉強、家事、育児などなど、はい、自分らしく楽しんで頑張る女性たちの強い味方になってくれるんじゃないかと思います。素敵なお菓子の魅力を、多くの皆様にお伝えできるように精一杯頑張ってまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。の息がちょっとちょっとずつ大きくなるほど、なりすぎてる。はい、きれい。はい。十三、十四、十五。いいんじゃん。せっかくなんで。そうですね。見たい。頑張ります。よっとそこら辺に。あのやりやすいようにもテストで探してみて。歯に引っかかった。歯の前だ。歯の前ですか。これやってみましょうか。はい。お願いします。ありがとうございました。